じゅんちゃん、かわいい、ありがとう。どうも。どこかで見た格好。長さん、ありがとうございます。コウモリ、どうも。だから今日はあれですね、昨日言ってた通り仮想配信ですね。まあお礼もというかしつつ、仮装もしつつみたいな感じで。ちょっと猫耳がね、安定しないんですよね。あ、いいかな。よろしくお願いします。そう、寒いからちょっと上着着ちゃってるんですけど、見えないようにしてあるので大丈夫だよ。かんさん、ありがとう。かぼちゃ、こっちです。ちょっと近いか、私がこのくらいか。なんか猫耳があんま映ってない。ちょっと待ってね、よいしょ。あ、いいんじゃない。ともちゃん、かわいい、ありがとう。こんなかわいい猫いたらおやつあげたい。ぜひください。ぜひください。待ってます。オッケー、よし。ちょっと高さを変えてみました。似合う。ありがとう、てんさん。そう、今日もね、まあ、今日で B さんのイベントというんですか、まあお話し会とかおしゃべり会とかは終わりなんですけど、ありがとうございました。すごいね、たくさん本当に、なんだろう、もう会いに来てくれたり、そうオンラインでもねお話ししてくれたり、ありがとうございます。本当に初めましての方もね、ありがとうございました。ちょっと久しぶりな方も来てくれたりとか、なんかすごく、そう、なんだろうな、会ってよかったなって思いましたね。そう、あ、また来てくれた寺坂さん、ありがとう。コウモリ、どうも。 WY さんでいいのかな、ありがとう。カンさんもコウモリ、あ、星もありがとうございます。寺坂さん、ありがとう。次こそは参加します、待ってますよ。次がね、ちょっといつになるかわからないけど、きっとあると思うのでお願いします。よろしくお願いします。ね、すごいね、外が。そう、もうちょっとなんかあれですかね、なんかテロップで猫耳が隠れちゃってる。なんかこうしたら見えるけど、うん、調節したのに、うん、これをこうして、うん、ああ、私がこの位置にいればいいのか。難しいな。ケックさん、ありがとうございます。コウモリ、どうも。今日はちゃんとしたパジャマから着替えた。本当にね、私キリッツっていうことがあるとは思わなかったです。そう、本当にね、キリッツって言いましたよ私。すごい本当に。なってくれてね、ちゃんと。そう、びっくりしましたね。そう、ネタだと思ってたから、私も。シュウさん、アサリンさん、ハマさん、ありがとう。コウモリ、どうもです。いつもみやび見れて癒されてる。あら、どうも。ネタです。そう、なんかね、そんなびっくりでしたね。ズームのね、なんか面接みたいな感じになっちゃったけど。って感じですね。本当にでもいろいろね、横浜に行ったりとかすごい楽しかったです。関東の方ね、なかなか福岡に来れない方とも会えたり、そうなんだりできてよかった。楽しかったです。ありがとう。ちょっと待ってね。うん、言われなくてよかった、短パンだったし。まあ分かんなかったですよ、もしかしたらね、言ったかもしれないし。ゆうさん、あ、違う、寺坂さん、ありがとう。ラブ
ブレター、のんぼん。インスタ投稿昨日の足元なかった。それは察してくださいよ。もうね、足元は映せなかったんです。あそこまでが限界だった。そう、なんかね、本当に靴ギリギリのとこまで映したやつもあったんですけど、そう、まあ、シンプルに顔があんまり漏れてなかったっていうのもあるし、そう、ね、なんかちょっと壊れた靴を写すのはなって思っちゃって、そう、残っちゃうじゃないですか、私が消さない限り。あ、そう、インスタも更新したのでお願いします。そうだからね、ちょっと着てる服は分かるように写したよ。そうだから全身を見たい方いましたらインスタグラムに飛んでください。やろう。チャイナの時は裸足やったやん。いや、裸足ではないですよ。靴下でした。そう。今日も安定に可愛い。ありがとう。インスタもツイッター毎度いいねしてます。お、リツイートもやろう。広めてください、私のこと。タカちゃん、カモノシさん、ありがとう。コウモリ、どうもです。コウタロウさんもありがとうございます。ありがとんかつ。そう、靴下は履いてたよ。そう、裸足で撮るときはないですね、今のところ。そう、今日ね、でもこれメインの服なんですけど、そう、あんまり、なんだろう、メイドメイドというか、もうザメイドみたいな感じじゃないじゃないですか。そう、だから家から着てこうかちょっと迷ったんですけど、さすがにね、やめておいた。寺坂さん、かわいい、ありがとう。ハートもありがとうございます。じゅんちゃん、ありがとう。コウモリ。そう、家からね、そう、これを着てくか迷ったんですけど、ものすごく着てってもよかったんじゃ。ね、なんか、そう、ハロウィンだし今日なら行けた説。あーね、そう、ちょっと迷ったんですよ。猫耳はさすがに外してくけど、そう、まあ、わかんないんじゃないかなって。あり。それ着て電車に乗れたら言うし、あ、今日じゃ、え、乗れますよ普通に。そう、猫耳がなければ乗れるし、その何駅も過ごさなければ行けるよ。いけるよ。そう、お強い心を持ってますから。そう。あ、来てくれると思った。馬券惜しかったけど外れました。私も番号の仕組みはよく分かんなかったけど、そう、昨日好きな番号をね、聞いてくれたもんね。そう、ごめんね。なんか2つは合ってましたよね。え、どういうことなの、あれは3つ当たらないとダメなの。もうちょっとすごい初めての世界って感じでしたね。ごめん。そう、じゅんちゃん、ありがとう。かっこいい。何、馬連っていうの。え、何それは。買い方によっては当たる人もいそう。え、そうなんだ。あ、やっぱ3つ揃ってないとダメなのね。ごめん。じゃあ、またね、その機会があるときは。3月ものすごい盛り上げてくれてよかった。え、じゃあ結果オーライってことですか。メイドさんはこちらですか。こんばんは、ごきげんよう。1着2着が入ってた。あ、そうなんだ、惜しいね。まあね、なんですっけ。そう、まあ、好きな数字2個は当たってたってことでしょ。へえ、まあでも すごいのかな。どうだろう、わかんないけど。あ、のんちゃん、お疲れ様。初めまして、できてよかった。今日楽しかった、よかった。ごめん、ハンギョドンポーズ今やっときます。許して。そう、ね、早くね、そう、まだ帰らなくてはいけなくて、写真あんまり撮れなくてね、撮れなかったもん、ごめん。
ありがとう。ケンゴロウさん、ありがとうございます。コウモリ、これから毎週番号聞こうと思います。毎週なの？毎週やってるの？あれは当たってたも一緒。おお、そうなんだ。そう、本当にわからないからごめんね、なんかついていけないけど話に。まあなんとなく当たってたならよかったです。ちょっと私もね、あの自分の運を信じてもっと楽しませてあげられるように頑張ります。そうですね。まだ初めましてしてないから次のシングル楽しみ。お、来てくれるんですか？来てくれるの？来てくれるの？どうだな。インスタにいいねをしました、ありがとうございます。よろしくね、いいね楽しいよ。ありがとう。よかったよかった、かわいい、どうも。メイドですね。今日は何時まで？今日はね、なあれ何時から始めたっけ、15分じゃないや、半か、なんで21時15分ですね。あと30分くらいか。よろしくお願いします。で21時ちょうどになったらシール開けますねって感じです。で15分ちょうどになったら壇上を読んでいきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくね。みんなもう夕飯食べましたね、ご飯時じゃないですか、今もう8時で。食べた？食べた？ちゃんとね栄養はね取ってくださいね。そうメイドだからね、もう皆さんのお世話はお任せあれって感じですね。お肉とおでんいいね、食べた。おお、あまだ？じゃあまだの方には、そう私がねなんか今日ずっと食べたくて仕方がないものがあって、なんかシュークリームをめちゃくちゃ食べたいんですよ。そうシュークリームかチーズケーキが食べたくて、そうだからまあご飯食べちゃった方、食べちゃったって言い方変か。まあ食べ終わった方もね、食後のスイーツとしてどっちかお願いします。みやびちゃんはねまだなの。おやつはドラモッチ買ってきた。あら外れちゃった。シチューいいねー、いいね、シチュー、麻婆豆腐、おおいいね、はなんかひらがなだとかわいいね、麻婆豆腐って。かわいい。焼肉、おおすき焼き食べた、はあ豪華。すき焼きかいいですね。ね、すき焼きのね作り方はまだちょっと私知らないんですけど、そう作ってみたいなとかは思う。そうそうですね。じゃあそうねセブンのね、確かセブンだと思うんですけど、セブンのかぼちゃのチーズケーキっていうのがあって、そうなんか四角い正方形のやつなんですけど、そうそれがねめちゃくちゃ美味しいんで、そうぜひね、そうもうお芋の季節だと思うし、そう食べてみてください。なんかね、そう本当に正方形で一口サイズで切られてるから、そう一気に食べなくても大丈夫だよみたいな感じ。ということで134日です。どうもありがとうございます。たやさんありがとう。かぼちゃごち。134ありがとうございます。もう少しで140日、早いね。あと6日の話か、1週間もないってことね。へえ、おめありがとう。おりごとです。どうもどうも、うまいいね。
そうでね、それがねすごく美味しいんですよ、セブンの。そうでも私ね、そうシュークリームも食べたいって言ったじゃないですか。そうシュークリームだったら私はあれですね、あれが食べたいですね、あのクッキーシューみたいなやつとか、なんか生地が固めのやつ食べてみたい。毎度配信ありがとうございます。毎日可愛いみやびちゃん見れて最高です、ありがとうございます。ありがとうございますですね。今日のドラモッチはお芋のドラモッチです。え、そんなのあるんだ。おー、ポケキョってね。釜焼きでいいのかな、シュークリームがうまい。え、そういうのあるの。すごいね。ともちゃんありがとう。こんもりのもです。すごい、焼き方が違うってこと、ピザみたいな感じ。なるほどね。そうなんか、そう頭を使うというか、そう踊ってたから、そうあのまあいろいろじゃないですか。そうでヨーグルトでも食べようかなと思ったんですけど、ヨーグルトもね家にね、あの期限切れたやつしかなくて、そうそうなんですよ。前にパイ生地の美味しいシュークリームあったけど、お店がなくなっちゃった。あら、スーパーのでかいシュークリームも美味しい。あ、わかる、あのダブルソースというかあれですよね、あの生クリームとカスタード一緒になってるやつとか美味しい、美味しいよね。パイ生地のやつも美味しいね。そう、それがね食べたいんですよ私。だからあのなんだろう、お店だとビアートパパとか合ってるっけ名前。そう行きたいですね。水千代さんありがとう。星どうも。聞いてるだけで美味しそうね、本当もう食べたくて食べたくて会いたくて会いたくてみたいな感じですね。食べたくて震えるって感じです。今日は卵4つ落として掃除が大変でした。なんで落としちゃったの。まあそういう時もね、人生だからありますよ。そう私もね何かねちょっとやらかした気がしたんですけど忘れましたね。食べたくて震える、私がそれ先に言いました。パクらないでください、私のネタを。マイナス10点ですよ。パクリ禁止。ウィンクくなちゃい、はーい。ラグがあるから、ラグも許しませんよ。そんなね、ラグがあるからごめんってね、あの許されるとね思ってはいけませんよ。そう今日はねメイドだから私厳しいですよ、あの厳しい、厳しめメイドってね、厳しメイドみたいなねことをね、ちょっと変な空気にしてしまったんですけど、また厳しいメイド、厳しいメイドだどんって、なんかねもう言わずにいられないんですよね。そうあの心にねやっぱりあの溜めてたらね、まあいろいろね、そうです、ストレスとかも溜まっちゃうから、そう。なんて空気にしてくれんねん。まあそうですね、すみませんでした。とっとありがとう。そちよさん面白いのって。すごい仙人みたいだね。メイド喫茶にみやびちゃんいたら毎日通う。え、でも私ね行ってみたいんですよ。そうずっとね、あのいぶきとかとね行きたいねみたいな話はしてて、そうそうなんですよ、もう行ってみたいんですよね。なんかもうシンプルにオムライスになんか書いてもらうとか、萌え萌えキュンとか、もうベタ中のベタなものをやってもらいたい。そう行っちゃう行っちゃう。え、でも一人で大丈夫かな、なんかそうあのね、なんかあれですよね、公園一人で行くのちょっと緊張するみたいな感じですよ。
イブ来たやとおじさん二人になりそうで可愛いのってねそうでもそうイブキと行くとイブキ相手にもちょっと私可愛いからイブキ緊張しちゃうからそうまずは一人でねちょっと楽しみたいなって思いますねそうちょっと同期とね同期とというかまあ先輩ともそうだけどそうまだ緊張しちゃうからでも人見知り度がねそうそうあの他の方にもね言われたんですけどそうあの私以外の人類というかそうあのファンの方にですね言われたんですけどそう人見知り度下がってきたんじゃないって言われてそうあの本当にねでもちょっとそうまああの今年の目標というかそれであの人見知り度下げてこうみたいな話してたじゃないですかそうなんか私も下がってるなって感じがなんか実感がありますちょっとまあまだね本当にもう 0% ですっては言えないんですけど人見知り度が今そうあ人見知りまあ同じよ私もまだそうよでもそうもう最初はもう 98% ぐらいだったのが何パーだろう30ぐらいまで下がったんじゃないかなって思うんですよねそうかなりじゃないですかかなり下がったというか良い方向でいい意味でね人見知りしなくなったって感じですねなんか遠慮しすぎたのかなみたいなのを思ったことがあってそれで下がってきたかも最近の人見知り解消エピソードある？エピソードか。エピソードなんだろうな。そう、以前と比べると全然違う。え、本当？え、でもあのご飯を誘ってる方はね、今のところ1、2、3、4、5名ぐらいいますかね。あの誘っててあのタイミングが全然本当にあのね忙しくてそう幕張とかもあったしそう結構いるあの多分5人以上いるかもしれないけどそう寺塚さんありがとうえなんだこれはハッピーって書いてあるのかわいいありがとうありがとうございますいいねもありがとう井口屋さん積極的そう積極的にね誘った結果ねこうなりましたねそう同期はカウントなしいや同期はカウントありだから豪語しますねそういい傾向でしょうそう早くね行かないとねそうですねそうねそういおりともねまあお出かけなんですけどパーソナルカラー診断行こうねって話して全然行けてないのでそれもね行きたいなって思ってるそうおしゃべり会で話すと人見知りとは思えない私がそうでもね結構言われますよなんかなんだろうな一回心を開いたら私開きっぱなしというかなんて言うんだろうそうそうなんですよだからもう一回壁がなくなったらいい意味でそうずっとその接せられるからそう全然ねそうなんですよ喋るのは好きだしもともと言ってからボショボショしたらあかんでそうあのボショボショボイスでねおはようみたいなねことにはならないように ASMR をしないようにね壁をなくしてしまえさえんなくしてしまえば良きなのねそう良きなのよそう壁さえなければもうズバズバいける感じうちも後輩とパーソナルカラー診断行こう行こうって言って全然行ってないまあでもねなんかそうなっちゃいますよね行こうねって言ったらすごいもう何ヶ月も伸びちゃったみたいなね
どれぐらいで壁取れますか。どうだろう。どれぐらい、人による。まあなんかそのまあ人個人個人のあれがあるじゃないですか、踏み込んでいいところみたいなの、それはね誰でもあるじゃないですか。そう、それによるかな。もう向こうがすごいもうフレンドリーな人だったらこっちも行きやすいし、でもちょっと向こうも人見知りかなみたいな感じになったら、そうちょっとずつね段階をみたいな感じだから。姫のっちさんありがとう、コウモリそうそうそう、まあね人それぞれ十人十色って言いますからね、そんな感じよねじゅんちゃんありがとう、ラブレター、どうも。心の壁なんて合ってないような模様全然噛みましたね、ごめんなさいお水を飲みます。そう舌がね全然回んなくなってきちゃった。ショールームで積極的にコメントしてたら早いんじゃない。え、メンバーのショールームにってこと。え、それは緊張しちゃうかも、逆に私緊張しちゃう。なんか向こうの顔は見えてるけどあれじゃないですか、なんかそう、あの文章変じゃないかなとかそっちが気になっちゃうから。そうですね、そうそれ緊張しちゃいますね。そうなんですよ、そうメンバーのショールームは一番緊張しちゃうまあでも同期とかたまに来てくれるからあり、まあ、それはねなしではないんですよ。そうなしではないけど、そう緊張しちゃいますね。なんか博士くんさんありがとう、コウモリどうもですどうもどうも。何か料理するの今日もしないよワイも人見知りやから段階踏んでもろて了解です本当に人見知りまあそうね、ショールームね、そうなんかそうなんだろうな、そうロッキーちゃんのショールーム巡回しとかそうなんか見てない、全く見てないわけじゃないというか、なんて言えばいいんだろうな、なんかなんだろう、こうショールームってなると他の人のなんだろうなオタクというかおじさんが出てきちゃうので、だから緊張しちゃうんだと思う。そうアイドル好きだから私も、そうなんかもうそうですねでも始まる時めっちゃ緊張しちゃうオンラインでも楽しかったですよ、すごいフレンドリーだった耳警察なんで猫耳を見に来ました、ありがとうございます。猫耳ですよ、猫耳耳警察ね、最近ねうろちょろしてますね絡むきっかけ作ると話しやすくなる。ああまあね、そうねそうねそうね、そう、それはそう。俺もオンライン役所会行ってみたい、来るしかない、おいでおいでふん1日10コメントも日課にする、え？メンバーにそれはなんかあれじゃないですか、すごい緊張しちゃう10カウント始まると緊張しちゃう、あーオンラインねひねあきさんありがとう、こんばんり、ママ推しの配信も緊張する。なんかもし私がまあコメントを打ったとするじゃないですか、まあこんにちはでもなんでも、そうそれ読まれたらちょっとやっぱうおーってなっちゃう嬉しいけど、そうもうどうしようって、なんか嫌な印象与えてないかなとかなんかいろいろ考えちゃいますね。
そうなんかわからない、なんかなんとなくねカウント始まると198って数えちゃうかわいいみやびちゃんにコメント読まれるとうおってなるのと一緒やね今なった今なっちゃったしんさん、あ、ありがとうございます、こうもりのもんなったなったまた読んじゃったからまたなった俺たちはそれを毎日経験してる。まあね、でも毎日来てもらってね嬉しいですよ、イエーイ握手会で自己紹介したら認知されてますでしょうか。あ、プリオが来た。そう、ずっと寝てたんですよプリオ。コメント読まれるとめっちゃ嬉しいです、ありがとう私も嬉しいよコメント、ありがとう。ただの DD さん、どうもコウモリありがとう。あ、21時、あ、2分だ。シールは開けましょうか、開けましょう。え、でもどうしようかな、すみっこ暮らしもいいけど、なめ猫がもう結構残り少なくなってましてね。そうなんですよ、そう、どうしようかな。でもなんか当たりっぽいのを見つけたような、なめ猫にします、はい、これにします。なんかガサッと音がした気がした。あれ入ってないや入ってない、当たりは入ってなかったですね。これはI love you って書いてある、ライセンスカードですかね。あ、プリオが膝の上に、プリかわいい残念ね。でもな、これは何、ライセンスカップル、あ、また吉ですね、これです。I love you また吉&みけこ、交際開始日1981年の9月の12日、有効期限は舐められても有効って感じです今来ました、衣装かわいすぎ、ありがとうプリオがちょっと顔見せてくれてる。で、裏はね同じ感じですね、上記の者たちがラブラブカップルであることを認定します。何のカード、わかんない、なんだろう、なんだろうねなんだろうね、にゃんこクラブ、にゃんこラブ、会長また吉なんだですね。そう、自分であの公認してますねそうすごいごめん、ガラガラになっちゃった今。元ネタがちょっとわかんないけど、まあなんか可愛いからいいでしょう、こんな感じでしたまた吉すごいね、この会長もやって、この住所が東京都猫猫なんちゃらく、エビスでもエビのね、エビにオスのオスでエビスですね4-20-3エビスニャーデンベーノーリースタワー38階、お、ミヤミヤですねって感じでした、ありがとうございました。カードタイム、髪が乱れてますね、そう、そうそう、それそれ、
エビにオスのオスでエビスって書いてある。あとでインスタのストーリー載せておきます。やろいいとこ住んでる。そうなのあ、ヤマニャンありがとう。コウモリ同じニャンですねありがとうニャンあ、ありがとうたくさんそう、東京在住のクジラ県知事ですからね、また吉は。そう、えらいね人なんですよね。ミケコもなんかやってましたよねそう、そんな感じでした。プリオープーちゃんさんありがとう。コウモリのもんそう、最近ね、まあ寒くなってきたじゃないですか。だからかわかんないけどね、一緒に寝てくれるんですよね、プリオ嬉しい。降りちゃったプリ。かわいいまた吉も一人とは限らないか。まあまあ確かにそれはある。同じね、同姓同名というかね、方かもしれないですよね、 2,3 人。でもなんかドッペルゲンガーみたいでちょっと怖いですねそう、ちょっと三脚にスリスリしてるので近めになるけど、ごめんねうん、寺坂さんありがとう。小判、猫に小判ってことにゃーんプリはみやびで暖を取ってるのか。でもほんとそうなんですよ。まあこうベッドがあるとするじゃないですか。もうね、プリオがど真ん中で寝てて、私ねすごいもう こうなってるんですよ。そう、縮こまらないとね、そう寝れなくて、そう、それでねこの前寝違いましたね。そう、なんかここのこの首から肩のラインがねすっごく痛くなりました。本当に何年ぶりぐらいの寝違えですね。そう、本当に痛かった。もうなんか整体とか行った方がいいのかなって思っちゃったぐらい痛かったです。伊豆千代さんありがとう。かわいい。どうも。猫に小判のつもりで送ったけどよくわかったね。当たり前よ。わかるよ。そう、私よりね場所を取ってて、まあ多分あれはもうプリオのベッドなんでしょうね。私のじゃなくて、長野みやびのベッドじゃなくて、もうプリオのベッドなんですよ。そこに私がお邪魔をしてるのでまあね、こうなっても仕方ないってことですねプリオの彼女さんですか、バレちゃいましたかこんなメイドさんに会ってみたい会いましょうパワーバランス、まあね、猫のが上でしょ嫉妬案件ミヤビーマ居候だったのね。そうですね、もうプリオからしたらもうまたこいつ来たよって思われてると思います、きっと。そう、でもなんか私がまあなんかまあこうやって寝てるんですけど、本当にちょっとだけこうね、広く寝ようかなって思ったらね、ちょっとでも動いたらうざがられてね、プリオどっか行くんですよね。そう、それが寂しいから、そう、ずっともう体勢変えずにこうやって寝てるなかなかにね、きついですよ。なんかトレーニングの一種みたいになってる。ぜひね、試してみたい方は縮こまってみてくださいもう下僕やん言い方よプリオになりたい。あ、じゃあちょっとね、プリオにはなってもらったら、なってもらった時はね、もうちょっと端で寝てもらって、そう、ガサガサしてる。そう、風船がねすごい好きでね、そう、プリオですねプリオ真ん中温めておいて、あー、それは優しい起きたら体バキバキになりそう。いや本当になるんですよ。もう
そう、本当にもう何回もびっくりしたから何回も言っちゃうんですけど、寝違えることって本当に私なくて、寝相も私いいし、そういびきとかもかかないし、そうめちゃくちゃいいんですよ。そうだからもう本当になかったのにね、 すごい痛かった。だから本当にもう今は全然ね何ともないんですけど、そうもうびっくりですね本当に。なんか逆に感動したというか、あ寝違えてこういうものかみたいな、なんか新たな力を手にした勇者みたいな感情になりましたね。あ、マリノちゃんだ。こんばんは。風船好きなん？私が飼ってるチワは風船大嫌い。あ、そうなの？なんか怖いのかな。寝違いで感動せんで。いやなんかね、そうこれが寝違いかってなるの。みやびちゃんのずっとそばにいれるプリを羨ましい。そうダンスとかしてるとね、よく足元をスリスリしてくるから、ちょっとねめちゃくちゃ気をつけてますね。そうね、でそれでなんかまあ休憩するじゃないですか、踊ってて、でプリオに疲れたねとか言うとなんかうーんみたいなの言ってくれるんですよ。そうだからそれでまた頑張ろうってなれる。実はプリオが寝相を直してる。もう仕方ない飼い主だにゃーって。それはありえるかも。オクジーさんありがとうございます。かぼちゃごち。人生経験が増えたね。そうですね。寝違いをね、もう本当にでもなかったから、そう金縛りとかもなんか高校生の頃とかはあったんですけど、そうなんかねもうそれもなくなったから、そうすごい本当になんかおーってなった。なんだよ、感情が芽生えたロボットみたいな。そのまま猫になっちゃいそう、ジブリボイス。最近足つったことありますか？足はね、釣りかけてはいたけど、そうですね、ないかな。しびれることはよくありますよ。今来たけど、可愛すぎる猫だね。韓国に連れてきてって。移籍させたい。じゃあ飛んでいきますよ、夢の中でね。会いましょうね。カムサムニラー。プリオ何歳なん？え、プリオね、え、何歳なのかな。でも一応ね、誕生日は七夕にしてるんですよ。まあ年齢不詳ということで。15分です、読みます。壇上近づきます。近づきますね。はい、読みます。13位、13位はプーちゃんさんです。12位はわらわらたんさんです。11位は、レビさんです。10位はゆうちゃんさんです。9位は86さんです。8位はじゅんちゃんです。7位はてんさんです。6位はぷーちゃんさんです。5位はゆうさんです。4位はたかちゃんかもなしさんです。3位はいずちよさんです。2位はともちゃんです。そして1位はドゥルルンドゥ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 ンバン、寺坂さんでした。おめでとうございます。の寿司おめでとう、おめでとうございます。書きます。貴重な日におめでとうございます。ありがとうですし、こちらこそ、こちらこそ、こちらこそ、どうも。どうもどうも。何にしようかな、今日は動物を生み出したい気分ですね。そうなんか最近ね、いつも書いてるホワイトボードがなんか文字を、文字というかインクをね弾くんですよね。寿命かな、もうね。そうなんですよ、なんか買い直さないとって思って
全然買いに行けてないですね。かけるっちゃかけるんで全然大丈夫なんですけど、そう、今日はヘビ描いてほしいかも。いいですよ、ヘビ、ヘビ任せロリ、オッケー。1,2,3,4,5,6,10本アニメってね。みやびより、あ、ちょっとみやぴみたいになっちゃったまあ可愛いでしょう。それもヘビ、ヘビね、ヘビみやぴそう、作ったやつね。あ、絵文字ね、あるんだ、なるほどね。ヘビーなヘビ10点ありがとうございます。絵文字でもヘビでしょ、なんかこんな感じじゃない、ん、これはこれはあ、可愛いですよ、とてもね可愛いんですけど、尻尾がなんかこんな感じですよね、蝶みたいな、光らせます。こんな感じじゃないですかね。笑っとるやん。いや笑ってもええでしょうはい、おめでとうございます。ヘビ寿司ですおめでとう。ちょっとネッシーちゃうわあ、白川さんハートありがとうございます。おめでとう、もうちょっと近くかな、おめでとう、ありがとうございますよかったですそう、こんな感じですね。あのシャーって言ってる感じのヘビをイメージしました。ヘビ寿司の誕生日です、おめでとうございますありがとうおめでとう、よいしょ、よし、皆さんありがとうございましたヘビハピバハピバです、本当に、ありがとうございました。 B さんのイベントすべて、今日ね、あの来てくれた方もありがとうございました。お話ししてくれて、水千代さんありがとう、ありがとう壇上に上がってる皆さんもおめでとうございます。見てくれた方もありがとう。それじゃあまた会いましょう。お疲れ、ありがとう、じゅんちゃんじゃあね、おやすみなさい。